シロ白ビネズミカンガルーは、ニモンシむク、ネズミカンガルーカフサオネズミカンガルー族に分類される、有体類。オーストラリア固有種体長28から36センチメートル。二十21.5から32.6センチメートル。体重0.9から1.8キログラム。尾は太い。全身は、黄色みを帯びた灰色の体毛で覆われる。腰の体色は体状に単色になり、 和名の由来になっている。を覆う,おう体毛は薄い。次回は小型で丸みを帯びる。荒れ地などに生息し、スピニフェクスが点在する環境を好む。ネズミカンガルーカでは、唯一地中性で、複数の出入り口がある巣穴の中で生活する。夜行性。オスは単独で生活するが、ペアで生活したりメスのみで群れを形成することもある。植生は、 植物食傾向の強い雑食で、植物の根、根茎、果実、種子、菌類、シロアリなどを食べる。繁殖形態は耐性。1回に1頭の幼獣を年に2回に分けて産む。幼獣は、生後115日は、母親の育児脳の,の中で生活し、5から6ヶ月後に独立する。人為的に移入されたアナウサギとの競合、赤ギや野猫による捕食などにより、 生息数は激減した。以前は、オーストラリア南部にも分布していたが、西オーストラリア州のドール島とバーニア島、バロー島の個体群を残して絶滅した。競合相手や天敵となる、外来種を駆除した上で、再導入する試みが進められている。1992年に、ハイリソンプロング半島、1999年に、 ニューサウスウェールズ州に再導入され、生息数は増加傾向にある。ありがとうございます。